株式会社の大山です。今日はですね、弊社で運営しているアニメゲーム漫画業界のクリエイター採用の専門サイト、求人サイトの、楽上分の成功事例についてお話ししたいと思います。で、ですね、それが先日、名古屋の会社さんで、プログラマーの人が採用できました。で、経験としては、Java だったりとか、あとは C のプログラム、C シャープのプログラムを、3年ぐらいやってる人で、もともとフリーで東京の仕事とかを受けてたんですけれども、実家が名古屋の方にあって、で、就職できるんだったらそれの方がありがたいということで採用が決まりました。もともとそのフリーやってるけれども、こう仕事探しのためっていうのと、あとは何か定職につけるっていうようであれば、そっちも興味がありますっていうので登録していただいてる人も結構楽上部の中にはいらっしゃいます。で、今全体だと4万人ぐらいの会員さんの数なんですけれども、やっぱり人なので、かなり 人材の中でこう、長い人生の中でですね、状況が変わってきて、フリーでバリバリやりたいっていう時期もあれば、ちょっと実家のお母さんと一緒にちょっと高齢になってきたんで、実家の方に戻って、ちょっと定職についてっていう方がありがたいみたいな時期もありますし、その名古屋のプログラマーの方はそういう方だったんですけれども、刻一刻と人生の、タイミングとかっていうのも変わってきますので、いろいろと求人サイトっていうのはそういう、こう飛び込んでくる時期っていうのをこう網を張って待ってるっていうようなイメージで使っていただくのがいいかなということで、うちの方ではそれでマッチした人が来るように、長期間の掲載っていうのをお勧めしてます。なので、一番短くても2ヶ月からっていうような掲載方法なんですけれども、もし気になる場合にはこちらまでご連絡ください。よろしくお願いします。